カーブル大学は、アフガニスタンの首都、カーブルにある大学。大学の中央図書館1931年、設立だが、実際の講義開始は1932年。1990年代中頃、キャンパスはシーア派、グループヒズブ、アイワダットと当時の大統領で、当校卒業生でもあるブルハーヌッティーンラッパー2位の、支持者たちとの内戦場だった。 今でも弾痕が木に残り、フェンスは潰され、ロケット砲の穴が道に開いている。図書館の多くの本にも弾痕が残り、特に被害を受けた7冊の本は、ガラスケースの中に保管されている。ターリバーン政権時、教職員の給料は40ベイドルだった。ターリバーン政権後、大学の建て直しが進められたが、基礎的なレベルの機能を取り戻すためには6400万ドル。 必要だと思われている。再建プログラムの一環として、パードゥ大学を含む4大学と提携を結んでいる。外国で教育を受けた学者たちが次世代の学生に、共産主義、フェミニズム、資本主義などを教えている。アフマドシャーマスード、グルブッティンヘクマティアールからも影響を受けている。共和制、内戦、タリバーン政権時に、多くの学者が大学を離れ外国へ行ったため、 教職員の緊急な補充が必要である。現在の教職員はカーブル大学の学士号しか取得していない。2020年11月2日には武装集団が校内へ乱入し、学生らを銃撃及び自爆テロで攻撃する事件が発生。22人が死亡、40人以上が負傷した。後にアイソル系が犯行声明を出した。約600名の学生が所属。 7つの研究室があり、約400名の学生が所属。ありがとうございます。